ね、僕松本さんとあもしかしたら似た部分もあるのかもしれないなと思ったのは、そうですか、高額所得者は高額納税者なんだっていうツイートをされて、はいはいはい、でこういろいろね賛否両論あった時に、うん、松本さんがいやこういうふうに批判が来るのはもう承知の上だったと、うん、でもこういうふうな考え方もあるんじゃないのって問題提起できたらそれでいいと思ってっていうふうにおっしゃってたのを見て、あそこはすごく似てるかもしれないなと思ったんですよね。あの僕も割と炎上するんですよ。炎上言いますよね、はい、例えばどんなんで炎上されたんですか。よくやるのは僕はあの片場っていう言葉を結構意図的に使うことが多いんですよ、はい、でやっぱりそれはかなり炎上するんですよ、うん、はい、でも僕は僕なりの意図があって、はい、今ねあの障害者の害っていう字をひらがなで表記する風潮が強いんですよ、はいはい、それはその障害者が社会の害になってるような印象を与えるみたいな、うん、そういう理由なんですけど、いやじゃあね、うん、そんなこと言ったら数十年後今度は障の字だって差し障りがあるっていう字だからこれも開きましょうってなって障害って全部ひらがなになるんじゃないかなと僕は思ってるんです。でそれって表面上の字面を変えることには全く意味がなくて、障害者に対する意識だったりそういう本質的なものを変えなきゃ意味ないでしょって僕は思うんですよ。だったらそもそも片輪って呼ばれてたものが身体障害者と呼ばれるようになったのだって同じことで、それはその侮辱的なこと言葉なんじゃないかっていうことで変わったわけですから、じゃあそもそもそこが変わる必要ないなら使っていいんじゃないのっていうことを、まあ、あえてちょっと挑発的にね、はいはいはい、伝えたいなと思ってるんですよ。うん、これでも俺あの三股またぞね、はい、死ねばいいのにってツイートしたんですよ、はいはい、そしたら人にねそんなことをね言ってはいけないと。あのな俺と三股の関係何知ってんねんと。俺と三股の関係で言うてるし、でほんまに三股は死ねばいいし。いやいや違うよ。母やない。第三者がねごちょごちょ言うなっつうんですよね。おっしゃる通りで、ね、本当関係性なんですよ。そうなんですよ。例えばね、うん、その背が高いって一般的に褒め言葉として使われるじゃないですか、うん、でも中には背が高いことを気にしてコンプレックスに思ってる女性だっているわけですよね。だからそのじゃあ背が高いっていう言葉を全員もうね日本では使うのやめましょうってなんないでしょ、うん、だからそれは背が高いことを気にしてるって分かってる人はその人の前で使わなければいい話じゃないですか、はいはいはい、だったら僕に対しても、うん、そのあこいつは気にしてないからバンバンネタにしていいやと思う人は使ってくれて構わないし、僕だって見ず知らずの障害者に対してお前片輪だなって言ってるわけじゃないわけですから、はいはいはい、自分のことをネタに言ってるだけですから、そうですよ、そこを他人にあれこれ言われることがおかしいでしょって思うんですよね、うん、で例えばねそのブラマヨさんとかも、ねうん、ブツブツだとかでやってるわけじゃないですか、うんうんうん、なんでブツブツは良くて、うん、手はしないのダメなのって思うんですよ、うんうん、そこだけなんかこうね臭いものに蓋じゃないけど、もう線引かれるのは嫌だと、同じ身体的特徴でしょって、はいはいはい、それをネタにする、まあ、そのねレベルが面白いか面白くないかで言えば僕は面白くないのかもしれないけど、ネタに使っていいかいけないかで言ったら別にいいんじゃないのとは思うんですよね。